させるな。括弧撃破を狙うんだ。分かった。将軍、検問所の戦車隊が全滅したとのことです。何だと。芝が乗った戦車はそのまま逃走。周辺の兵を集めろ。後を追うんだ。それで国民に何を伝えるつもりだ。真実と私の思いだ。あまりいい予感がしないの。王子、あの丘の上に見えるのが目的の電波塔だ。この調子なら楽勝だな。油断は禁物だ。我々の動きは国王軍に筒抜けだろうからな。さらなる警備網が敷かれるのは間違いない。全部見て回ることってできるのかな。想像もつかんな。だが興味はある。せっかくの旅だ。気になった場所は見ていくか。戦車相手に地形を利用できないときは決して立ち止まるな。頼まれたって止まってやるかよ。国王軍の基地に不用意に近づかない方がいいぞ。でもお宝とか隠してそうじゃんか。貴重な品は保管されているだろうが、侵入者には容赦がない。もし入るつもりなら王子がこっそりと言ってくださいね。ほっと。魔物の里の近くにいたし、王の都を中心に配備人員が多い。離れた場所にはまちまちだ。あとは各地への配給のために運搬を担う者たちがいる。里の近くを通る連中はそれかもしれんな。たまには装備などを見直してみるといい。
いつの間にか手に入れていたものが使えることもあるでしょうな。わかった。そのうち見てみるよ。ほっと。この辺はほとんど人がいないな。見ての通り険しい地域だ。人が住むには適していないのだろう。川からも離れておきな。昔からこんな感じじゃろ。やっぱり生きていくのに水は必要だもんな。彼らが利用している刃、検問所の戦車隊全滅しました。何？伝説は未だ健在というわけか。しかしなぜあんな僻地に。南の水源を目指しているのではないのか。電波塔、奴ら何かを発信するつもりだ。通信兵、すぐに暗号信号で報道局電波塔周辺の隊に伝令。はっ。全車東に向けて発進するぞ。私に続け。たまには装備などを見直してみるといい。いつの間にか手に入れていたものが使えることもあるでしょうな。わかった。そのうち見てみるよ。サンドランドには村や町が、ま、こんなもんかな。
なあ、強い敵に出会った時、おっさんならどうする？ありがとうございました。ほっ。仕事が終わったことをヘズに教えてやろう。ん？あの上、なんかありそうじゃないか？高くジャンプできる乗り物でもあれば届きそうだな。国王軍の基地に不用意に近づかない方がいいぞ。でもお宝とか隠してそうじゃんか。貴重な品は保管されているだろうが、侵入者には容赦がない。もし入るつもりなら、王子がこっそりと言ってくださいね。おい、ラオ、国王軍の奴らに気づかれたぞ。
思ったより数が多いな。だがこの程度ならなんとかなる。待った。どうやらはめられたみたいだぜ。伏兵か。どうするんじゃ。囲まれてしまったぞ。背後を取られないように気を払え。やれるか、ベルゼ、シーフ。当たり前だ。まったく、王子と呼べと言っておるのに。道に迷った時は地図を見るとよい。おととい来やがれってんだ。サンドランドを全部見て回ることってできるのかな。想像もつかんな。だが興味はある。せっかくの旅だ。気になった場所は見ていくか。ちゃってるよ。あらかじめ使えなくしておいたらしい。こちらの狙いを完全に読まれているな。まっとんだ無駄足だったということか。いや、このくらいの故障なら素材があれば修理できるだろう。壊れてるみたいだな。直せばあたりのことがわかるかもな。素材があれば直せそうだな。報道局か。私は芝元将軍だ。国民に伝えたいことがある。よければぜひ放送で流してほしい。あ、今すぐ願いたい。たった今、芝将軍本人と名乗る男から無線で連絡が入りました。何？メッセージを伝えたいそうです。本人と確認はできていませんが。
これよりそのまま肉声を放送しますのでお聞きください。芝です。今回は皆さんに動揺を与えてしまうような結果になって申し訳ない。全車エンジンを切れ。静かにしろ。確かに私は戦車を奪った。その罪は認める。だが放送で言っていたように戦車で村を襲うようなことは断じてしてはいない。私の目的は世間を騒がせることなどではない。必ずあると信じている泉を見つけること、ただそれだけだ。これ以上の水不足はもう耐えられない。泉だと？あいつ何寝言言ってるんだ。みんなにお願いする。何もせず放っておいてほしい。もし泉が見つかれば必ず国民に報告し戦車も返すと約束する。以上だ。それから今回のこととは別にある人物に連絡事項がある。30年も昔のことで申し訳ないが、あの大爆発の真相を知った。ゼウ大将軍、貴様だけは絶対に許さない。では切る。あの芝さん、質問が。残念ながら切れてしまったようです。すぐ報道局に連絡して、放送で自由に喋らせるなと言え。まずいんじゃないのか、ゼウ。大爆発の真相とか言ってたぞ。それに泉を見つけるとかも言ってたけど、そいつはもしかして我が軍の水源のことじゃないのか。やばいよ、とってもやばいよ。付き合わせてしまってすまなかったな、二人とも。さあ、南への旅を再開しよう。国王軍の大将に喧嘩を売るとは、なんてやつじゃ。すまん、ゼウ大将軍だけはどうしても許せない。まったく、本人が出てきたらわしは逃げるからな。ああ、そうしてくれ。決着は私がつける。砂の中に潜ったぞ。出てくる場所に注意しろ。分かってるって。Thank you.
時、ハサミの動きに注意しろ。ありそうじゃないか。高くジャンプできる乗り物でもあれば届きそうだな。よっしゃ。来ると思うか。必ず来る。あの放送を聞いて私たちを放ってはおけんはずだ。面白くなってきたじゃん。サンドランドには村や町がいくつもある。見かけたら訪れてみるといい。俺たちも、どうも、ゼウ大将軍。はい、シバ将軍はごく近くにいると思われます。あんな過去の亡霊を将軍などと呼ぶ必要はない。いいか、生かして捕まえようなどと思うな。殺せ。息の根を止めるんだ。これは命令だ。あの、失礼ですが、一つお伺いしてもよろしいですか。芝が言っていた大爆発の真相とは一体どういう意味でしょうか。あの、私の父もそれで戦死したものですから。愚か者め、真相もクソもあるものか。我々を動揺させる芝の作戦だ。さっさと片付けてこい。失礼しました。パパ、シバのやつ、泉を探してるんだって。バカ、騙されるな。みんなのためにいいことしようなんてやつが信用できるか。善を許さないってとこだけは気に入ったかな。よし、グッピー、シバと国王軍の中間地点に砲を一発撃て。わかった、パパ。シバだぞ。全車両戦闘準備。戦車隊らしいぞ。すぐ近くにいる。何？
こちらも戦闘準備だ。急げ。王子、岩に身を隠しながら戦うんだ。どうした、応答しろ。その調子だ。いいぞ、その調子だ。よし、敵の戦車は全滅したぜ。王子にかかれば大したことなかったですな。へへ、だろ、どんなもんだ。いや待て、手応えがなさすぎる。王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。旋回をうまく使って隠れるんだ。旋回をうまく使って隠れるんだ。応答しろ。追撃せよ。いかん、隠れろ。いいぞ、その調子だ。何？あなたに聞きたいことがある。サンドランドの民のために泉を探すというのは死。真実か。ああ、本当だ。北欧軍の水は高すぎて、大半のものは最小限の水すら手に入れられない。私は村の連中に泉を見つけると約束した。なけなしの金を集めてくれて出発したのだ。そんな泉が本当にあると信じているのか。信じているとも。だが北欧軍の水源にも何か秘密がありそうだな。違うか。私は北欧軍の将軍だ。悪いが、その質問には答えられない。旋回をうまく使って隠れるんだ。いい調子です、王子。王子、ファイトですぞ。いかん、隠れろ。まさに神業だ。あんな一瞬で見切って戦闘力だけを奪ってしまうとは。
父さんの言ってた通りの男だった。俺なんかとは人間のレベルが違いすぎる。水源の秘密を答えられないのに申し訳ないが、もう一つ聞きたい。ラジオであなたが言っていた30年前の爆発の真相とは。そいつは聞かない方がいい。私は確信したが、証拠のない話だ。私はあなたの部下だったアポの息子でアレと言います。どうしても聞いておきたい。アポの、そうか、わかった。シーフ、頼む。本人の方がうまく話せる。やれやれ、人使いが荒いの。まさかその情報はそいつから聞いたのですか。魔物の言うことなんか信用できない。信用できないのなら聞かなくていい。ただこれだけは言っておくぞ。この二人ほど今の世の中でまっすぐな者はいない。少なくとも私はどんな人間より信用している。偏見は正しい判断を狂わせてしまうぞ。30年前のピッチ人に偏見を持っていた我々のように。ピッチ人に？どういうことだ。パパ、国王軍のやつら降参しちゃったみたいだよ。くせえ、根性なしめ。しかし今がチャンスだ。ベルゼブブも一箇所に集まってる。グッピー、やつらをまとめて砂漠の生ゴミにしてしまえ。賞金はいただきだ。くそ。今のは何事じゃ。大砲だった。もう一両戦車がいたのか。いや、どっかの高台からだった。こっちも高いとこに登って探すぞ。ほった、んしゃ。スイマーズだ、あいつら。ベルゼブブに見つかったよ。解散。くそ、逃げやがった。次に会ったら絶対ぶっ飛ばしてやる。ベルゼブブには命を救われたな。魔物に対して多少の誤解はあったかもしれんな。よし、聞いてみよう。話してくれシーフ、30年前のこと。やだね、まだ態度がでかいぞ。なんだと。貴様、どなたに向かって。お前は黙ってろ。話して。お願い、シーフ様。まあいい、話してやろう。まさか、そんな。ゼウ大将軍は冷酷な方だとは思うが、そこまでとは思えない。一応話だけはした。すまないが、もう少しだけ戦車を貸してもらうよ。いいんですか。このまま芝を行かせてしまって。俺たちは残念ながら芝に出会えなかった。
え？もう少しというところでなぜかスイマーズに攻撃を受け、戦車を壊され逃げられてしまったんだ。はい。さてゼウ大将軍に報告するか。いや、その前に国王に確認してみるかな。さあ、今度こそ南への旅の再開だ。今日はもう店じまい？ええ、そうなの。人と会う約束があって。その人って国王軍？それ、どうしてそう思うの？シバたちをかくまったら厳罰だって報道を聞いてから様子が変だったもの。気づいたんでしょ？私たちのこと。お見通しというわけね。おいおいおい、俺たちを国王軍に売るつもりかよ。あなたたちをかくまったと知られたら町にも危険が及んでしまうんです。心配はもっともだ。あなた方に迷惑をかけるつもりはない。二度と町には近づかないと約束しよう。ただ案だけはこのまま置いてやってほしい。彼女は東亜町長の客人で戦車強盗とは関係ない。そういうことなら、ええ。待ってよ、私たち基地から一緒に行こうか。王子、シーフ。ガレージが秘密基地みたいでかっこよかったのにな。そう答えをせくでない。どう、町長。あですよ、この者たちの目的は泉を見つけることだ。それも私利私欲のためではなく、この国の民のためにな。でもそんなことをしたらますます国王軍に目をつけられるんじゃないですか。だろうな。しかしこれ以上国の不幸を見過ごすことはできない。
命の危険があると分かっていても、あなた、その名は捨てたよ。だがそうだな、愚かな将軍だった私には未来に希望を灯す義務がある。ということだ。どうかな、アデス。この者たちをどうすべきかはみんなで話し合って決めるというのは、町の者たちにもそれぞれ思いがあるだろう。そうですね。確かに私の独断で決めることではありませんね。なあ、あんた、ラオさんの仲間なんだろう。一緒に出てくつもりはないのか。それもいいかなと思ったんだけど、君は仲間じゃないって言われちゃった。何それ、ひどい。本当そう。優しすぎるのも逆にひどいよね。でも、寂しかったけど、嬉しかった。だから、私はここを守ることにしたの。みんなが追い出されることになっても、いつでも戻ってこられるように。そういうわけだから。期待してたならごめんなさい。ああ、期待通りだったよ。やっぱあんた。え？ごめんね、誤解させたみたいだけど、私たち追い出しに来たんじゃないの。その通りだぜ。ベルゼブブたちはいい奴らだ。国王軍に密告するなんて断固反対。町のみんなは知らねえだけなんだ。そうそう、あんないい人たちいないよ。あ、この言い方ベルゼさん嫌がるかな。多分ね。そんなわけだから、あんたがガレージを守るつもりだと分かって安心した。絶対出て行かないでね。町の人たちは私たちが説得するから。うん。彼女と話すのは少し時間を置いてからにしよう。彼女と話すのは少し時間を置いてからにしよう。やあやあ、また会ったな。この前来た時よりも街が賑やかになった。そうだ、ちょっと面白いものが手に入ったから、お前にも分けてやるぞ。珍しいものを見つけたら持ってきてくれよ。俺もいいもの用意しておくからさ。アデス、シバを密告するつもりだというのは本当か？ええ、本当です。トア町長に止められましたけど。当然だ。国王軍の脅しに屈するなどあってはならんことだ。まだそんなことを言ってるのかい。もう内戦は終わったんだよ。あたしらは30年前に負けたんだ。いい加減受け入れなさいな。いや、受け入れん。今も昔も国王軍は変わっとらん。奴らが心を入れ替えるまでわしは戦うのをやめんぞ。やれやれ、この人の血の気の多さは放っておいていいからね。でもね、密告するのは私も反対。芝将軍は敵だったけど、情があって嘘のない人だった。そんな人がみんなのために泉を探そうってんだろ。私は信じるね。ありがたい。いいんだよ、芝将軍を味方にして国王軍の鼻を明かすのも痛快だろうしね。なんじゃい、お前も国王軍が嫌いなんじゃないか。
そりゃそうでしょうよ。生まれ故郷をボロボロにされたんだから。なんだか答えが見えたような気がしますね。どうしたプリカ、またおねしょでもしたのかい？ううん、町の人たちがみんな怒ってるみたいで怖いの。すまない、それはきっと私のせいだ。みんなと喧嘩してるの？そうではないが、火種を作ってしまったのは私だ。やはり私たちは町を離れよう。こんな小さな子を不安にさせてはいけない。おじいちゃんたち出て行っちゃうの？それをどうするか、みんなが真剣に話し合っておるのだよ。おじいちゃんもベルゼブブもいなくなったら嫌だよ。だったらその気持ちをみんなに伝えておいで。いい子だ。あなたたちの存在が、あの子を優しく伸びやかにしているのだろう。そういう意味では、この町があの子を育てたと言えよう。その結束を我々が脅かすのは本意ではない。しかし、プリカのみんなにはお前さんたちも入っておるようだぞ。失うことばかり多いこの時代だ。新たに得たものを大切にしたいのだろう。その優しさに甘えてしまっていいものか。もう十分話は聞けただろう。そうだな、もう一度集まろう。答えが出たようだな。ええ、みんな思っていた以上に国王軍が嫌いで。今なお反乱軍時代の気概が町に染みついているらしい。おじさんたちがしてきたことを分かってくれてる人もいたね。これでますます泉を見つけるしかなくなったな。そうだな。ほっ、何かしていく？Thank you.
ってらっしゃい。